いろいろな確率、効果を3枚投げたときの確率。問題文を読みます。3枚の効果を同時に投げるとき、2枚は表、1枚は裏となる確率を求めなさい。最初に、3枚の効果を A、B、C と区別します。次に、表を丸。 裏を×で表し、樹形図を書きます。次に、起こる場合は全部で何通りあるかを確認します。右の図のように、表裏の出方は全部で8通りあります。次に、2枚は表。 一枚は裏となる出方は何通りあるか調べます。A, B, C の効果のうち、2枚は表、1枚は裏となる出方は、丸、丸、×と〇、丸、×丸と、×丸、丸の合計3通りになります。 最後に答えを書きます。効果の出方は全部で8通り。2枚は表、1枚は裏となる出方は全部で3通りあるので、求める確率は3 8分の3。よって答えは3 8分の3になります。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押し、 練習問題に取り組んでみましょう。解けたら答え合わせをしてみましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。カッコ1番3枚の効果を投げたとき2枚は裏で1枚は表となる確率は8分の3です。カッコ2番少なくとも2枚は裏となる確率は 8分の4で、約分をして2分の1。なので、答えは2分の1です。2問とも正解できましたか最後に、今回の学習のおさらいです。3枚の効果を同時に投げるとき、2枚は表、1枚は裏となる確率を求めなさい。まず最初に、3枚の効果を、 A, B, C と区別します。次に、表を丸、裏を×で表し、樹形図を書きます。次に、うん、起こる場合は、全部で何通りあるか確認します。 次に、2>, 2枚は表、1枚は裏となる出方は何通りあるかを調べます。最後に答えを書きます。これで今回の学習を終わります。